社会福祉法人三公会短期入所生活介護施設浜湯で介護福祉士として働いています。道波智也と言います。趣味はスノーボードが好きで週に1回は行っています。利用者様と生活ケアを通して関わっていく中で、利用者様に笑顔が見られたりありがとうなどのお礼を言われた時にやりがいを感じています。新社会人として1年目で挑戦したかったことは利用者様に対して丁寧なケアを行うことでしたが、2年目では利用者様が楽しめるようなリクリエーションを考え実行することに挑戦し、利用者様に笑顔が見られたらいいと思っています。社会人に向けて不安な気持ちもあると思いますが、浜湯ではわからないことや不安なことがあれば丁寧に指導サポートをしてくださる先輩方々がたくさんいらっしゃいますので、共に浜湯の一員として楽しく働いていきましょう。